力抜くと自分がこうやってこうやって持ってるじゃない。それでやめなくちゃいけない。だやめた。そしていい位置入ったと、こういう形になったの。でもこうやってきて、なんでこれいかないのってなっちゃうね。で手の力抜いてます。それからいい位置来てます。で なんで手動かなくなっちゃったので、彼の中に入っちゃったから、彼のパワーの力が出る範囲に入っちゃったの。自分がこういうふうにほら入っちゃった。これって伸ばせば伸ばして、伸ばしてくる、この手ね、伸ばしてくれば伸ばせる、引っ込めば引っ込める、そういう形でしょ。だから彼の範囲、力のパワーの範囲、及ばないところでやりたいわけ。及ばないところっていうのはこう入った時に出してるの、こういうふうに。そうすると力はほら泳いでやってるんだよ彼はね。泳いでないで元に戻っちゃったら、ほら詰まっちゃってやられちゃうんだよね。やられちゃう。だから泳がせるっていうのが大事なの。泳がして自分が四角に入る。で泳がせるためには出した方がいいので、詰める方法もある。こう引っ張り込んできた時に詰めてこういうふうにやる方法もあるよ。でも一般的には出した方がいいの。自分が入った時に出すの、こういうふうに出すの。そうすると あちら行きたいんですか、そういうふうに、あごめんね、そういうふうにできるのね。彼反応いいからねそういう形なんだけど、で こ詰めちゃったらやられちゃうの。やられ、力抜いてんだけどやられちゃうんだよね。だから少し出してあちら行きたいんですか、そして正中線を守って自分がいい位置、そういうふうにやってほしいの。それと詰まってるとね、詰まってる、これで失敗なんだけど、失敗で失敗で、ああじゃあ落ちないんだよ、足が、俺じゃ落ちないの、足が止まってるから。足を動かすの、そうすると落ちるよ。足を自由に動かすってこと。自由忘れちゃってると、自分の自由忘れちゃってると、こういう足の自由忘れちゃってると、足を止めてやることになっちゃうの。足の自由、足が自由だってことを思い出すの、思い出すの。そうするとほら行くんだよね。だからそういうことを思い出してほしいの。それで自分が自由のためにやってんだから、合気道ってね。でまあそういう話。そして上で、上っていうのは僕が上にやってるわけじゃなくて、僕が上にこうやって上げてるんじゃなくて、彼が上げてるの。こういいとこ入ると自然と上がってきてるの、ほら。それでボカってやってるの。だから僕が上げてるんじゃない、僕が下げてるんじゃない。こうやって下げてきても彼が下がってるの、ほら。彼が下げてる、僕が下げてるんじゃない。そういう意識でね、意識で足が自由です、あのこの目的、この転換した目的は自分が自由で、自由を求めてる、そういうことを考えて、そしてあんまり外れちゃやられちゃう、だから中に入れとく、中に入れといて、正中線の下でこう上下使う、上下使うっていうのはこれ陰陽の陰陽なんだけど、これはあんまり教えてないんだけど、あの陰陽なのね。それでそういう形だから、足を止めるっていうのは陰なの、陰で上陽で、足を止めて陰でしょこれ。そしてこうに入ってきたら陽、そして上げ、そういう形ね。そういう形でちょっと、もう一回思い出して、その自由だっていうことね。自由だ、自由を束縛してるのは自分だから、自分が自由だってことを思い出せないから、足止めてやったらやられちゃうってこと。だから足を自由に、あの好きなとこ行ける、自由、好きなとこ行ける、で外れたらやられちゃう。だから中に入れとく、そしてこう足が自由、これだけしか考えてないから。じゃあ少し、もう少し、じゃあ上と下やってみましょう。最近は白の稽古と紺の稽古って言うんだけど、あの白の稽古が合気道主流じゃない。白の稽古ってどういうのかっていうと、こうやって持ったらどうやってやってコントロールして、この手をやっつけるかって、そういうこと。白の稽古ね、肉体の稽古って、あのどうやったらこれ、どうやってどういう意識持ったらこういうふうにやっつけられるか、こういう話は白の稽古の。で紺の稽古ってのは白の稽古の上についてて、
返すは本の稽古やらなくちゃダメよって、合気道格の稽古を一生懸命やって、一生懸命こうどうやってやったやっつけられますかっていうのをやった後に、本の稽古をどうやってやったら、あ、どういう意識を持ったらね、あのできるかっていう、そういう話なんか。だからこの稽古ばっかりやって、このやっつけることをやるんだったら、さっき空手の人言ってたけど、空手とかそういうのが得意なの。あのでもあの我々本の稽古をやらなきゃね、白の稽古ももちろんやんなきゃいけない。たくさんね、白の稽古をやって、そして最終的には本の稽古。本の稽古ってのは魂の稽古って言ってるんだけど、本の稽古をやんなきゃいけない。それで、最近はね、白の稽古なんですよ、大体白の。これ肉体の稽古。どういうふうに心を壊す。どういうふうにやっつける。で、僕は有利。で、彼は僕。で、どういうふうにやるかって、そういうことばっかり考えてるから。じゃなくてね、本の稽古っていうのは、例えばこう出てきたらですね、ちょっとこう来ないでね、これが白の稽古、白じゃない、本の稽古、来ないでね、そして上に秒差すんだよって言ったのね、上に、そうするとこう入ってこれるじゃない、そう、意識の使い方を稽古してるわけで、意識っていうのは、なんていうかな、こう気にするように訓練されてる、必ず。だから、この手をやっつけるためにどうするかってことを考えてる、みんなそうなんだけど、でそうじゃなくて、その意識、陰陽とかね、陰陽とか、そういうことを考えなきゃいけない、でそれがつながってるってから、それが形に現れてる。だからその足を来たら足を止めて、来ないで、来たら、これ以上来たら、こう来ちゃうよって、そういう意識の使い方じゃん。わかんないかもしれないけど、まあそういう話。それ形の稽古があるのね、形の稽古、核の稽古は、こう来たら、こう、種目で、来たら入る。でダメだったら転換でもいい、向こう通り道を、彼の通り道を開けてあっちで種目で入ってもいい。種目で入ると自動的におへその前に手があるから、こういうふうに種目で入る。そして足をこうついてくると表に入ってもこういう形になるんだね。だから転換の場合は種目はすごく不安定、腰がこうなってるからね、中略みたいな不安定だから転換でもいい、転換。そしてまっすぐ上げて下からこう戻していれば裏の形ね、転換の形、裏の形、まあそういう形ね、転換。そしてまっすぐ上げて、まっすぐ上げると彼はこういうふうになって、このまっすぐね、正中線、正中線上げて、で正中線を動く、こういう形ね。それで陰陽だから上下使う、上下に使うっていうのは、手を上下、入り身投げでもみんなそうだけど、上下ね、横には使ってないの。まあ、そういう形で形の稽古があるんですよ。白の稽古、白の稽古っていうのはそういうふうに思って、白の稽古思ってると思ってないと全然違うから、だからそういうことを目指してね、みんな下手なんですよ。で僕も下手で全然分かってないから、お前姿勢悪いよって言われちゃってんだけど、そういうこと気づくってことね、気づくで、こう種目できるんだったら種目、できないんだったら転換でもいい。そしてこうで形を受けるで、足は自由、体も自由、全部自由、そして自由を追求してほしい、こう裏が入ったら、で、こう硬くてこういうふうに脇を締めてさ、硬い人いたっするじゃん、硬い人いたよね、落としたら落ちないの、落ちなかったらそれならでもいいの、こうやって自分が安定してることが大事だから、行かなかったら行かない、行かねえや
さよなら、視覚からさよならに、自分が安定したことは大事です。もうやっつけることが目的じゃないから。そうすると、あの、弾む稽古になっちゃう。弾む稽古だけになっちゃうんです。やっつけるとね。だから、やっつけられなかったら、もう切ってさよならって。自分が安定してることは大事です、ね。じゃあ、そういう、あの、形の稽古として、地方投げっていい形になるから、みんなでやりましょう。じゃあ、地方投げ。で、通り道って話しましたけど、ここに行っちゃうと通り道開けるの忘れちゃうの。で、通り道開けるのが優先なの。通り道開けるってのは、僕が邪魔してんだよ。ここ来ちゃうんだよね。必ずこう、膝とか手とかね、ここにいたらね。だから通り道開けてや。ああ、彼はあっちに行きたいんですか？どうぞって。通り道開けて。それが優先だからね。当たっちゃったらどうしようもない。通り道、こう行って、やっつけたらいいけど、やられちゃってんだ。やっつけたらいいけど、やられちゃったら終わり。僕は。死んじゃったら終わり。ナイフ持ってんだから、彼はね。ナイフ持ってる。隠し持ってるから死んだ。何持ってるか分かんない。ピストル持ってるかもしれないけどさ。いずれにしても、何持ってるか分かんない。どんな強いやつか分かんない。だから、来たら、やられちゃうかもしれない。持ってて、ここに行ったらやられちゃう。彼強いかもしれない。弱いかもしれないよ。でも強いかもしれない。強いかもしれないって来たらやられちゃう。この手やられちゃう。ボキってやられちゃう。だから通り道開けて、はいどうぞって、あちらどうぞ。それで隙間ができた。隙間ができたからこういう。隙間ができたから。できなかったら、彼が、すごく強かったっするよね。であちらどうぞって言って、あちらどうぞって言ってんだけど、これで動かなかったらさよならってところでさよならなんだよ。安全を第一優先だからね。あの相手を投げることを第一優先にしちゃうとそうなっちゃうの。あのそうなっちゃうから、自分の安全が第一、自分の安定が第一、自分の自由が第一、こういうふうに考えてほしいわけ。じゃないと戦っちゃうのよ。戦っちゃうわけ。こうやって戦っちゃう。まあ、勝つかもしれないけど負けちゃうかもしれない。負けちゃったら死んじゃったら終わりなんだから。だからこうやって来た時にこうやってさよならねってこうやって安定してる。これが一番大事なの。相手を投げることばっかり稽古してるから、相手の人にってね。だからどういうことね。だからあんまりそういうことに集中しないで、それはテクニックは動く白の稽古で一生懸命やんなきゃいけないっていうふうに解説も言ってるし、やるんだけど、でもその背景としてはそういう自分が安定してるっていうのが第一優先に考えてないとダメってこと。いくらテクニックを競ってもさ、テクニックが上だったら、彼の方がテクニックが上だったらやられちゃうんだから。だから来た時にはああさよならってするのが勇気っていうかな、テクニック、まあそういうとかね。で、じゃあ今度は塩投げじゃねえ、塩投げ今やったから、今度は後ろをこう通ってくる。後ろこうやってあーってやったので、こう取りに行くんだよね。で、僕はこう見てるんだよね。で、見ててあー来ちゃうなって、だから後ろ通った。あ、来ちゃうなって。あ、やべえ。で、さよならしてもいいんだけど、たまたま彼が、だから後ろを通ってこう振る。そしたら自然と、彼の後ろを通ったのが入り身になる。で、入り身で入ると、この手忘れちゃうから。この手忘れちゃうから、この手。だから種目で入りましょうねって言ってる。種目っていうのはこういう。そうすると足がこうなってるね。こういう。そしてこの足を、そうするとおへそは向こう向いてる。いつも。そして足、自分のいるところに戻して。そうすると前に。そういう形ね。まで、あの、本当はそうなんだけど、ダメだったらいいでしょ。ダメだったらいいよ、こうやって入ってる。でも、あんまりこうやってやらない。こうやってやると、こうやって投げちゃうって。上がってるんですよ。なるべくこの手は、この手も、両方の手は自分の前に置きたいの。だから、下送りしてるんだよ。
そしてこういうふうに入ってる種目だからこんな形になってるね。あのへその前にあるよね。へその前にあって落としてきて、それから上げる、そういう形ね。そうです。じゃあみんなでやってみようか。でみんな下手なんだから、俺も下手だけどみんな下手なんだ。で少しずつ改善してほしいわけ。少しずつでもいいから、一回やるごとに改善して、あの前は気がつかなかったけど気がついて、あこうやったらダメだなってのが気がついて、でだから相手は大事、あの抵抗相手はすごく大事、教えてくれるからね。自分の姿勢が悪いとかそういうことを教えてくれるから、で瀬戸の前になっちゃダメよとか全部教えてくれるね、相手はね。あのそれがこういう相対傾向のいい点でもあるから、じゃあまあそういうことで、じゃあなんで入り身投げの優先順位もう一回思い出してね。あの要はここにいたらやられちゃうってことだから、僕は彼が取りに来たその時に後ろを通ってさよならしたいんです。さよならで安定してる。そしてたまたま手がこういうふうにあったの、こう手ね、まあ、種目でこうやって入ってたら手があったのね。で彼はこの手プロテクトしたいから、この手とかプロテクトするこの手で、この手の反対の手でボカンって来るのね。その時には僕はいないの、もういないの。いる方がこっち入ってる、来てこっち入ってるの。だからこう来て振り返ってきた時には僕はここにそういうふうにやってるの、やってるって何、そういうふうに自然とやってるのそんなこと考えてないんだけど、そういうふうになっちゃったなと思ってるの。だからこう振り返ってくるからこうやってやろうとか、そういうこと考えてないの。ただあやべえなってこういうやべえなってやべえなってこうやってやらないでやべえなってこういう感じでやべえなってそれでやべえなやばいなってこういうふうに身を隠してって身を守ってる、身を守って、いや危ないから後ろを通り越してさよならしたんでしょ。で自分の身の安全が一番優先、投げることは優先じゃない、投げてもいいし投げなくてもいい。で途中に人がいたから、手がたまたまあったから自分のいるところに落としてただけの話なんだ。だからそういうことをそういうことが自然とできるようになるといいんじゃないかなと思うけどね。あの今はこうやって いなくなって落として崩してどうこう考えてなくて、で自然と来たら自分はこっちに来たら回ってきたので自然と来た、自然じゃないで自分が倒そうと思わなくても彼が勝手に倒れたっていいんじゃない。まあそういうわけでね、あの それがそういうふうにした方がいいんじゃないかなと思う。で今度はじゃあこの手やでしょ、この肘や、あ膝やでね、でここにいたらボカってきちゃうの、あれでだから水開けろとかこうやって道開けろとか言ったんだけど、ここに来たら嫌なの。だからだよ、だからこれ以上来ないでねって、こっち今度こっち来ないでねって言ったので、来なかったら、あもし入ってきたら、これ入ってきたらこういうふうに入ってくるんだよ、自分が足してるから。でも彼は入ってこないでここで止まった、止まった瞬間にこうね、こう止まったの、こうやってボーンって止まったので、止まった瞬間にテンションがこういうふうにかかってる、こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに、これパンチで当てて壊しちゃうわけじゃなくて、来ないでね言ってる。でその時にテンションがかかったの、テンションがかかってると上がりやすい、それで表に入ったの、そうすると一挙の形なるのね。片手持って来ないでね言ったの、来ないでねって来ないでねって言った時にテンションかかったの、でテンションかかってこういうふうに自分のとこに、まあこういうね、そしてこういうふうに入ってたら隙
間が見えたの。隙間が見えたところに入ってきた。それでこういうふうに。そうすると一挙の形になるから。表のね。じゃあ表やってるから。こう終わってきて、来ないでね言うのね。来ないで。その時テンションかけるの。テンションかけるのにここじゃできないの。ここじゃテンションかからない。かからないから。こっちの膝とか。膝とかやられちゃうからね。だからテンション来ないでねってこういうの。できたらこれこう当て身が入るよ。当て身がこの手が弱ければこういうふうに入ってくる。で当て身がこうやって来ないでね言ってんだけどテンションがかかったこうやって。でテンションまっすぐ。そしてこの膝この手見てる。でこの膝、手ね、手が来た、手が来るよ、来ないでねって言ったら、手が、足が来たら、来ないでねってやりたい。で、来ないでね、安心した位置じゃないとできないの。危ない位置でやったらやられちゃうんだよ。だから安心して、こうやってテンションかけて、そして安心した位置、足が来るのを見てるのね、バーッと。で見てるで来ないな来ないながだからこういうふうに落としてきたそう思ってたよね。言葉ばっかりなんですけど、まあそういう話で、まあそういうでじゃあじゃあこうこうそして上げてそしてこの隙間こういうふうに入っててそれでこの形がそういう形ねそれでゆっくりとそういう形じゃあ今日やってみましょう。どうぞこういうふうにやろう。ちょっと先にこれやろう。あのねこの当て身が嫌なんだよね。嫌なんだけどこの手の方が僕にとってはこの手が嫌なのこの足が嫌なのだから手を止めるためにこの当て身はいいから当て身はいいから手が来る手が来るこの足でってそういうふうにやって近くに入る近くっていうのは彼は2歩目が来るけどもこれはまず第一優先それから隙間が見えたそれでこういうふうに入ってきたのだから一発目これを入れる前に来ないでねってこういうふうにやってこの手を止めたいこの足を止めたいでこういうふうにこうこれでやばかったらこうやって逃げないんだよ逃げないそういう形だからねまあ一挙と入り身投げはこっちはい、一挙はさ、こっち、いや入り身投げは こっちこうやって入ってくるから、一挙はこっちから、あ、やばいって、この足、やばいって、こう、形じゃない？ほんで、こう来た時に隙間が見えたからね、隙間が見えたから、こうやってきた。君だけだから、違いがね。だから最初にこれをやろう。この手見てて、この当て身はいいから、この手見て、あ、やばいなってのは危ないなって思うんだけどね。この足見てて、危ないこういう感じ。じゃあ、最初にそれをやってから、行ってやりましょう。じゃあやってみましょう。危ないなって気持ちがないと、自分の身を守りたいのね。だから、テクニックがどうのこうのじゃ、テクニック、こうやってやられちゃうんだよ。この膝を止めるためには、じゃあどうします？自然的に自分がこういうふうに線を外して、この線を外してなきゃいけないのね。自然的に。こっからじゃできないんだ。できないんだ。あとはやられちゃうんだから、開けちゃう。こうやって、危ないのって、こうやってやってるのと同じ。自分が強いよっていう人がだけ やれるんだけど、強くなかったら、やばいなってこうなってんだよね。だやばいってこういうふうになってるのやばいからこういうふうに入ってるだから後ろ入ってきてで表に入ってきてこうやばいっていうのは全然なんていうのかな最初にないといや本の稽古にならないのだから やばいどうするこの線を外してやばいなって線を外さなきゃいけない殺しちゃうんだから待ってたら殺されちゃうんだからナイフ持ってんだから
これナイフ持って刺されちゃうんだから、ここにいたらやると刺されちゃうんだよね。引っ張り込まれて刺されちゃう。だから後ろに入ってなきゃいけない。後ろ入ってこのナイフを使えなくしたいの。するためにはじゃあどうしなきゃいけないかっていうのは、自然的に今まで習ってたことをやればいいことなの。だからこうやって外していくことじゃないしね、こうやって逃げること、こうやってキュッキュッキュッやられちゃうんだよこの前に。だからこの手を止めるためにどうするかって言ったら、こうやって血が外して、あやばい、血が刺してきて、おーやばいなって、こうやばいなってこうやってやってんだよね。そういう意識が先にないと、テクニックをいくらこうやって練習しても意味がないってことなんですよね。だまあそういう形で、入り乱れはこっちに入ったんだけど、今度は一挙だからこういうふうにこうここね、こうでもむやみに入っていくと、この手が引いて、この手がこうかって待ってちゃうんだよ。だからこの手やばいなって思ってるから、こうこの手を効かせたくないの。効かせたくないから来てる。効かせたくないからこの手が来ちゃうからやばいな、それから棒に入ってる。この手効かないように、じゃないと当たっちゃってやられちゃって死んじゃって終わり。だからそういう話ね。それで一挙やりましょうって、一挙こうやってその時にパンチパンチってな、これ以上来ないでね、しといて、テンションをかけて、テンションかけて、そしてこういうふうに入ってくるよ、こういうふうに。そしたら手が見えた、でやばいなって、こうやばいなって、こう手が効かないように、こう効かないところに行ってるってこと、それが大事だってことね。じゃあ一挙やってみましょう、どうぞ。やばいなってのはね、自分の身を守らなきゃいけないの。テクニックじゃないの。テクニックを学んでたら、テクニックにテクニックじゃないの。だからその自分の安全っていうかな、そういうのはもう、まあそういうことなんですよ。だから本の稽古なんですよ。自分の安全を考えるの第一優先。だから優先順位いろいろありますけど、やっつけることじゃないからね、やっつける、相手をやっつけるってことを考えるのが合気道みたいに見えてるけど、そうじゃないから、自分の身の安全、自分の、だから、いない、当たらないに入ってんの、当たらない、いつも当たらない、安心だから、こうやってやってる。不安な位置でやってないって、やられちゃうんだから。だからいつも安心なの、いつも安心だから、彼は見えないんだよね。これやるときにはこれ手力抜いてボカってくるんだけど、その時は僕はこっち入ってんだから、こうやってこうなっちゃってんだから。だからそういう話だから、一挙も小投げも入り身投げも小手返しも全部そうですよ。だから技のためにテクニックを学ばないでほしいんだよね。で安全のために学んでほしいので、これが強かったらさよならなの。さよなら、自分の安全、それが優先だからね。そこをもう一回思い出して、ああやばいんだよこの手って、こう来たらやばいんだよなって、そういう人だよ。だから全然何もしてない、彼が勝手に転んでる。そういうふうにやりたいの。やっつけてっていうのは、だからあんまり、だから自然と転んだようにやってほしい。でまあいいや、じゃあこの手やばい、こういうふうになったら、そしたらこういうふうに入ってこうやばいなって、やばい、こうやばいな、この手やばいなって思った瞬間、彼は来るんだよね。あ、来るんだよね。来るから、このままここに入った。ちょっと、こういう。こいつやばいなって落とした。そうすると打ち返ってになるの。ちょっと難しいけどね。ちょっと難しいけど、ちょっとやってみようかなって。こうやばいなってこういうふうに来たの。で、この手あるよね。この手緩めて、彼はボカってくるのね。で、来る前に、僕はそこに入ってる。来ないよね、彼はね。こう、
少し難しいけど、ちょっとやってみる。難しい難しいけどやってみる。こう来て、こう来たのね。こう来たの。じゃあこう入って、そして入って、いつも四角にいるでしょ、彼のね。で、僕は安心。やばいところは一箇所もないっていうふうにしたいの。こうやって、普通はこうやって入っていったらやられちゃうのよ。でもこの手を、この手来るのやばいからこういうふうに防いでるの。防いで、これ肘、彼は肘を緩めてこう来るのね。で、肘を緩めてきた時には僕はここにいる、裏に。そしてこういうふうに落とす、こういう形ね。じゃあちょっと終了15分前だけどやってみよう。あの、難しいですよね。あの難しい技はね、相手が教えてくれるから、いろいろ自分の好きっていうかな、そういうあの好きがあるとかね、あのいつでもやられちゃうの、いつでもやられちゃうの。や、彼はやろうと思ってる担当だから。いや、担当ってのは受け身なんだけど、やってこないんだけど、本当はやってこないんだけど、受け身の立場だからね。でも彼に教えてもらってるので、こうやってやって、あ、こうやって来ないでねってやって、こうやって入ってくれば、入ってこう下げて、あ、これ下げて、こう入って、この手が来るんだよね。で、こう下げてくる前に、こうやられちゃうの。で、ここ無理やり入ってもいい、前、やってこないんだけど、こう、やられちゃう。で、やられちゃうってことは教えてくれてる立場だから。だから、受け身の人はすごく大事。あの、はい、やって、じゃなくて、ちゃんと、こう、ちゃんとこうやって、そしたら下げてきた、その時に入ってる、で、後ろに入ってる、で、下げてきた、そういうふうにやりたいわけ。だから受け身の人と鳥の人、受け身の人がいいと受け身、鳥の人の技術が向上するとかいろいろ言うけどね、あの受け身の人も決して気を抜かないで、あの本当にやっつけてくれって、やっつけてくるっていう気持ちでやってほしいのね。じゃないとあの稽古にならないからね。あのいい稽古したければ受け身の人が大事。やばい、やばい、やってほしいんだよね。まあ難しいけどね。じゃあ最後こうやって、最後こうやってやって、こうやってね、こうやってあったまった、彼はこういう役目で、これに付き合ってこういったらやられちゃう、あーってやられちゃう。だからこれに付き合わないのが練習、付き合わない。そしてまあ自立してる、自分が自立してる。でこういうふうにこう自立してる。あの彼関係ない、彼がいると思うとやられちゃう、彼がいやるやられちゃう、やられちゃうの。でも彼は抑えるのはそれ受け身の仕事だから、それに関わらず彼がいてもいなくても関係ない。ビール飲む、そしてこう抱いてくる、ビール飲む、ビール体側に近い、そして自立してる、でこう自立してる、そしてね、じゃあそう、まあ難しいですよね、あのいろいろね、あのずっとやってますけど、まあ難しいですよね。だからまあ難しいけど続けてくださいってことを、ね、喜び見つけてね、あの目的が自由だとか、相手の自分の安全とか自由だとか、そういうことが目的ですから、相手をやっつけることだと思わないことね、それが大事だと思うんですよ。相手をやっつけるのが合気道だと思ってる人が多いけど、そうじゃないからね。じゃあ終わりましょう。